はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングというわけで、ミンサガですね、あこちらのね、あのリマスター版の発売が決定しましたので、まあ、ちょっとおさらいというか予習というか、まあ兼ねてやっていきたいと思います。プレイステーション2版で普通にやっていきます。で、主人公はアルベルトかアイシャかグレイかクローディアかジャミルかシフかホークかバーバラの8人から選んでいくんですけれども、まあキャラクターが8人いるんでね、ミンサガは結構周回前提のゲームではあるんですけれども、まあガチでやっていくのはね、ちょっとリマスター版が出てからやっていきたいと思いますので、今回はまあ普通にアルベルトでやっていきましょう。で、名前はアルベルト、クラスはこれでいいかな、これ何上、なんもないじゃん、なんもなくていいの。辺境警備兵、プレイヤーの名前、プレイヤーの名前も決めるんだっけ、もうさっぱり覚えてないよ。じゃあいつも通りミカミックスで、ん、何これ、あ、性別男、コントローラーの振動は別になくていいや。ゲーム開始、マルディアス、南北バファル大陸をつなぐ細い陸地の上に築かれたイスマス城、こんな端っこに立ってるんだ、イスマス城って。この重要な地域をめぐってローザリア王国とバファル帝国は争いを繰り返してきた。現在イスマス城はローザリア王国の一部である。この城の主、イスマス公ルドルフとその妻マリア、娘のディアナ、そして彼がその弟アルベルト、この物語の主人公である。入るわよ。起きてるわね。すぐに下に来て、装備を整えてから来るのよ。装備とか何があるの？動ける。イスマス城内アルベルトの部屋。メニュー。メンバーでいいのかな？ウェポン。何も装備してねえじゃん。薬箱、ドレスソード。ドレスソードってこれ、細剣じゃん？細剣。スキルレベル1。アーマーは、あ、これで全部見るのか。バックラーがあるけど、これ盾とかあって、ちょっとなんかもう覚えてない、全然覚えてないからね。めちゃくちゃやったけど、めちゃくちゃやったけど全然覚えてない。てか、なんかでかくね、城扉でかすぎない？え、なんでこんな扉でかいの？鍵がかかってて、どこに鍵かけてんのこれ。ちょっとなんかあれだな、プレステ3の、アーカイブスでやってるんだけど、プレステ3のコントローラー久々に引っ張り出してきたら、なんか結構荒ぶるな、コントローラーが勝手に。なんかボタンが勝手に押されちゃう。あ、人がいる。うお、すり抜けた。こいつは幽霊か。いや、みんな幽霊だ。死んでる、ここの人たちはみんな。話せないしね。死体がうろついている。ダッシュとかはないよね。なんかスキルとかであるんだっけ、ダッシュみたいなの。え、どこ行くの、イスマス城内。え、てか全体的にさ、これ建物でかくね、こことか。なんか巨人が住んでたんじゃないっていうなんか構造してるんだけど、広場っていうか通路も広すぎだろ。こっちか。あとこれなんか視点移動ができないんで、画面がくるくる変わんないっす。こいつ話せんな。おはようございます。おはようございます。バケツヘッドの2人。ディアナ、そう
備ができてないじゃない。もうすぐ成人なんだからしっかりしなさい。さあ早く準備して。いや裸で話しかけてるからね。しょうがないわね。私がやってあげるわ。あ、そうなの？勝手に動いてんだけど今。バックラ装備して、レザーアーマー装備して、レザーグローブ、レザーブーツ、これだけ着させてもらったわ。出来の悪い弟だ。東の洞窟にモンスターがいるようです。二人で行って退治してまいります。二人だけか。いかんいかん。お前もそろそろ結婚を考えなければならん年頃だ。いつまでも剣を振り回していてはダメだ。それにアルベルトは成人の儀式を控える身だ。女性も戦うのがローザリアの伝統です。アルベルトには訓練が必要です。年齢だけ成人に達しても役には立ちません。散々な言われようだな。まあ装備すらできないから、ね、自分でディアナと一緒に行け。兵士2人、ディアナが仲間になった。兵士 A、 そして兵士 B。 クリスマス城の中って何かある？王様に話しかけよう。油断するな。油断はしてません。気をつけてね。あれ、お母様回復してくれたような気がするんだけど、スーファミ版だと。どうなんだろう。そもそも戦闘が終わったらヒットポイントが全開するシステムかどうか。あのロマサガは結構そういうシステムがあるからね。通常のロマサガ1は、まあ、ヒットポイント減ったら減ったまんまだけど、ロマサガ2とかって戦闘が終わったら全回復するから。ミンサガどうだったっけ。システム的にはね、なかなかに複雑な感じはしたんだよね。で、外にモンスターいる。これ、あ、スタートでマップ見れんじゃん。今自分がどこにいるのか分かんねえ。てかマップ見ると音楽がなくなるんだけど。地名書いてねえから分かんねえし、真ん中の右の矢印かな。ミニマップもないからね。一応コンパスあるけど、いいか。あんまり役に立ちそうにない。とりあえず洞窟に入って、ここにはモンスターいなそうだね。洞窟に入ったら出てくるのかな。あ、早速いるわ。戦おう。敵に痛い。よしやるぞ。行きましょう。ドレスソード。戦いは冷静に。剣の杖を装備してる。グレソ装備してんじゃん。こいつもグレソ装備してる。いけ、ティアラ強い。兵士めちゃくちゃ強いし。1ジュエル。ジュエルは別にお金じゃないからね。通常バージョンのロマサガって兵士めちゃくちゃ弱かったけど、普通に強いな。ヒットポイントも高いし。で、アルベルトだけ異常に弱いな。まあ、そういう設定だからね、しょうがないよ。素早さ早い。体力アップ。腕力アップ。なぜ？洞窟がわからんな。こっち行けそうで敵がいっぱいいて、左も行けそうで宝箱があって、え、なんだ、ワープしてきた。え、ちょ、待って。敵が近くにいるとね、チェインするんだけど、その連戦が始まるんだけど、チェインするのって確か50戦目からとか、なんかそんな感じだった気がする。最初はチェーン発生しないから。まあ、あんまり気にしなくて大丈夫。飛びかかる26。あ、ヒットポイント減って、戦闘が終わったらヒットポイントがどうなってるか。アルベルト全然動いてないけど、まあ、動かなくても能力は上がるね、普通に。兵士の人々、減ってんだか減ってないんだか分かんねえ。あ、でも最大ヒットポイントってここで書いてないから、多分回復してんな。乱戦。どういうこと？まず、ディアナが動いて、倒す。ボンボン。18。弱っ。アルベルト弱すぎる。何、火力は高いけどやっぱちょっとミスるか。30。それなりに強いな。ディアナ攻撃力マジ強い。こいつらも強い。兵士
アルベルトだけだよ弱えの。怪我は。よし。113金もゲット。そう、これ金持ちになってくるとね、ポッチになってくるからね。たったこれポッチみたいな。3体って4体か。あ、4体いるね。1人1殺はできないからな。ディアナは倒せる。これで多分倒せるでしょ。つえつえつえ。アルベット弱え。エナジーボルト40。イビルウィンク25。めっちゃ回転してる。目が回る。バケツかぶってさ、くるくるしたら確実に抵抗感覚がなくなるだろう。油断してはダメよ。青い草。てかアルベルト上がってほしいんだけど、弱すぎるから。ここの洞窟でね、どれくらい強くなるべきなの。いけ。いや、ディアナ強えな。ドレスソードが弱えのか。ドレスソードじゃねえや、なんだっけ、ドレスソードでいいんだっけ。アルベルトが装備してる。こっち強え。あ、そうだ、ドレスソードだね。ドレスソードが弱いんじゃないの。ディアナは剣の上を装備してるから、リフレクト強すぎる。BP アップ、いいねいいね。ガーなんだ、ガベージクラブみたいな名前からしてなんか打撃系の武器っぽいけど、アイテムで見ればいいのかな。あんじゃん、ガベージクラブか。耐久力ちょっと減ってんね。そうで、 BP が初期値があって、あとプラスで一旦ごとにどんだけ回復していくか。アルビルトは2しか回復しない。ディアナは3回復するっていう感じ。 BP 回復力が高い方が使いやすいんだよね、やっぱり。でそれって確かもうキャラクターごとに決まってるから、まあ、それでちょっとキャラの使いやすさがまず決定される。でステータスはもう多分戦ってはだって勝手に強くなってくる。シールド役に立った。これ両手で持ってんね、やっぱり体験だから。精神は腕力とかアップしてほしい。1金。あ、そう、金の方がお金だから、金っていうのか金っていうのか分からんけど、ちょっと勝手にあれステータスメニューが開いちゃう。買い直した方がいいかな、コントローラーも。プレステ3のコントローラーの充電器がなくて、充電器は買ったんだよね。コントローラーは残ってるけど充電器がねえってなって、そしたらちょっとコントローラーも微妙だった。高速突撃で9とか、こいつかっけえな。いや兵士の腕力が上がってもなしょうがないんだけど、まあ、ちょっと奥まで行きますか。奴がここのボスみたいね。さ、やるわよ。だってボスだってわかんの。はい。見た目すっげえ普通の敵なんだけど。ちょっと待ってな、死んだら嫌だから。クイックセーブをしておこう、とりあえず。動かん。はい。メモリーカードとか特にないし。これもういきなり突っ込んでいいのかな。とりあえず戦おう。セーブしたから大丈夫っしょ。強そうだ。やべえ、普通に強そう。はやぶさ切りやってみる。ちょっと待って、アルベルトでティアナ、はやぶさ切り EP 消費。武器の EP を消費します。黄色の表示は損傷しないかもしれません。なるほどね、耐久度があるからね。兵士は別に何も持ってないか。てか、なんか他に武器持ってる兵士。傷薬持ってんじゃん。体術パンチ。まあ、体術は多分全員持ってるんだろうな。あ、ここはグレソで行こう。重力操作。やばくね。強え。ガチでやべえわ。もういきなり全滅の危険。強撃。使い慣れた武器で強力な敵と戦っていると、無意識に体が動いて、新しい技を繰り出すことがある。これを、ひらめき。うん、それは知ってる。強っ。
アルベルトだけだな、要は。戦闘不能の人がいます。回復してあげましょうみたいな感じだよね。やべえな、これもう一回重力操作だったら死ぬぞ。これはもう兵士の強撃3も使うの、これ。行くしかない、でも。回復先に行け !113、回復先も普通に強い。クロスピアン。グオハ、強すぎる、こいつ。てか、兵士が強すぎる。主君将だな。うちの貴族2人寝てるし。いや、兵士こんなに役立つんだ。てか、もうちょっとアルベルト鍛えるべきだったな、これ。弱すぎる。これ、一人ぼっちになったとき、めちゃくちゃ不安なんだけど。まあ、シフがすぐ仲間になるけどさ。魔法人か何かのようだ。あれ、そういえばアルベルト最初魔法持ってなかったっけ。はい。ティアナ、結構なんか、強引だな、性格が。待って。いや、これ、何が原因だ。パーティーメニュー開くのって四角か。なんか四角ボタン勝手に押されちゃうのかな。ちょっとすいません。え、待って、これも押してもなる。やっぱり買おう。ちょっと次回までに。プレステ3のコントローラーって今売ってんのかな。なんか中古屋さんとかに行かないとなさそう。できればもう新品が欲しいんだよな。え、これどうしよう。アルベルトもうちょっと鍛えようかな。てか敵出る、これ。ボス倒しちゃったけど。一回入り直して、敵が出るようだったら少しアルベルト鍛えます。まあ、やっぱりね、RPG はレベル上げが重要だから。いなそう。あ、いねえわ。帰ろう。で、どうしよう。これもうじゃあさ、装備外した方がいいよね。グレスを外そう。変更不可。マジか。対策してきた。傷薬はパクれる。鎧はパレード。パクれねえ。やるじゃないか。マジか。ディアナは剣の女王。帰らんねえ。傷薬だけパクっとくか、じゃあ。アーマーも無理だよね、多分。レザーアーマー。あ、外せるわ。ディアナ裸になった。これゴシックアーマーって強くないか、普通にゴシックアーマーって。レザーアーマーはだって今、物理いくつなの、ちょ、わかんねえ。まあ、イスマス城へ帰りましょう。こっちか。いや、もうちょいちょっとアルベルトを鍛えておくべきだった。警備は万全です。ゴブリン一匹投資はしません。ゴブリンごとき。いや、でも兵士強いから、ね、でこれ多分強い兵士だよね、そのイスマス城の中でも。もうこの衛兵っぽい2人だったもん。ここら辺にいるなんだかよくわかんないさ、住民と比べて。装備バケツヘッドかぶってるから分厚いし、何よりも強撃を覚えるという才能あふれる兵士だ。でもよく考えるとさ、何も技を覚えてなかったからね、この衛兵といえども。ルドルフってどんだけ強いの。洞窟のモンスター退治してまいりました。お前ら寝てただけだろ。160エルゲットした。よくそんな自信満々に言えるな。一撃目で倒されたからね、アルベルト、うん、よくやった。二人とも無事で何よりだ。よくやったのは兵士だよ。ナイトハルト殿下がお見えになりました。何、皇太子殿下が。アポなしできた。さすが登場シーン、ナイトハルト殿下。いいね、これが見れただけでもアルベルトで始めた甲斐があるというもの。ローザリア王国交代しないと。よくおいでくださいました殿下。いきなりでぶしつけなのだが、ディアナを我が妻に迎えたい。え、どうだルドルフ、いきなりすぎだな。もちろん
私は依存ございませんが。さすが皇太子となると。リアナ、私のプロポーズを受けてくれるな。はい、喜んでお受けいたします。正式な申し込みは後で人をよこす。アルベルト。はい。ローザリアのプロポーズだけしに来た。リアナも所属した。割と暇だな。伝統のユニコーン騎士隊だけではもはやカバーしきれない。新しい騎士隊が必要だ。お前にはそこで働いてもらいたい。就職先が決まった。殿下のお役に立てるよう全力を尽くします。給与次第だろ。その日までディアナを頼むぞ。はい、私の命に代えても。ルドルフ、邪魔をしたな。さらばだ。本当にこれだけ言いに来たんだ。堂々としてるな、さすが皇太子。なんて素晴らしい日なんでしょう。おめでとう、ディアナ。姉さん、おめでとう。私、まだ信じられない。宴だ、宴の準備だ。クリスマス城、後ろ完全に崖になってるけどさ、絶対落ちて死ぬ人いるよね、これ。転落死して死ぬ人。この宴なんかやってたらさ、酔っ払って絶対さ、崖から落ちるんだろう。結構危険なところに立ってんな、これ。地震とか起きたらなんか崩落しそうなんだけど。地盤は安定してんのかな。一応こういう演出になるんだ。めっちゃモンスターがいて密度高えな。これだけのモンスター呼べるんだったらさ、別にイスマス城じゃなくても普通にクリスタルシティとかも襲撃できそうだけど。でもほんと多いな。めっちゃくちゃいっぱいんだけど。いやいやいや、言い過ぎだろ。これ世界取れるぞ、これだけで。何事だ。こいついつもベッドに座ってるけど何してんの普段。敵よ。なんでわかんの。まあ、とりあえず急ごう。どこへ。玉座へ急ごう。宴してた人たちはどこ行ったの。みんな人はいなくなってる。ここに狂撃をせっかく覚えた兵士もここで終わりか。寂しいな。頑張ってくれ。しゃべらん。モンスターどもには一歩たりても足を踏み入れさせはしません。モンスターの大群に襲われている。不意をつかれて危険な状態だ。監視所からの報告はなかったのですか。全くなかった。まるでモンスターが地面から湧いて出たかのようだ。ともかくお前たちは城を脱出してクリスタルシティへ行き、ナイトハルト殿下に救援を求めるのだ。父上、私もここで戦います。バカ者、お前は殿下に誓いを立てたではないか。ディアナと共に行け。アルベルト弱すぎるかな。お母様、さあ行け。あれ、宝箱が置いてある。なんでこんな通路にさポコって置いてあるの。後ろ寒そう。冬寒そうだなこれ。隙間風が入ってる。後ろ行けねえんだけど。しかもここか。生きて逃げなさい。母上こそお逃げください。私はお父様と一緒にいます。え、本当にいけないんだけど。さあ、行け。え、どいてくれよ、じゃあ。どっから行くの。え、行けないよ、本当に。引っかかるんだけど。ちょ、待って、マジで。いや、行けないんだけど。
え、これ下降りろってことか。わかりづら、段差があった。あ、なるほどね。こういう、あ、なんか停止いるじゃないか。こちらから脱出してください。了解です。これは回収していこう。さすがに2000円。いや、マジでこれで旅の準備をしろって言ってるよ。ここの扉普通だ、大きさが。姉さんだけでも逃げて。何を言うの、あなたこそ逃げなさい。僕には殿下との誓いがあるんだ。ローザリアの貴族として恥ずかしい真似はしたくない。私もローザリアのバラ騎士よ。一人で逃げるなんてできないわ。一緒に戦いましょう。分かったよ、姉さん。新手のモンスターか。あの声はドラゴンかも。この子だけでも逃がさないと。必ずナイトハルト様のところへたどり着くのよ。アルベルトが逃げる時間を稼がなければ。我こそはローザリアのバラ騎士にして、イスマスコ・ルドルフが娘ディアナ。いざ参る。普通に戦うのこれ。ハヤブサギ先手は取れる。それがハヤブサギだから。げえ、先手取れなかった。ハヤブサギより早い。ハヤブサギで選んでなかったか。730とか。すげえ。しかも LP2 持ってかれたんだけど。そんなのあんだ。姉さん。ディアナよくこれで生きてたよな。よかった、気がついたのね。ダメよ、まだ寝てなきゃ。私はモニカっていうの。あなたは？私は。ああ、いいのよ。人それぞれ事情ってものがあるからね。ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。え？で？ご迷惑をおかけしました。それだけ。ありがとうございました。ローバーモニカの家。これ中とかなんかアイテムはないのかな。いや、外だよ。ちょっと待って。なんか渡された。この付近の地図よ、きっと役に立つわ。ローザリアへ行きたいんでしょ。ブルエーレまで行けばヨービル行きの船に乗れるわ。ローバーの兵隊には注意してね。いろいろとありがとうございます。ブルエーレの場所が明らかになった。ブルエーレの場所も知らなかったの。ちゃんと地理の勉強してる？ローバン。金持ってるけどさ。一旦クイックセーブだけする。なんかいい武器とか買えないから、なんか物価がわからんわ。まあ、レストランとかあるけど、これ何屋さん？いらっしゃいませ。ちょっと休憩。金かかるのか忘れそうだよね。100年ほど前にリスマス城をローザリアに奪われてからは、この町が帝国防衛の最前線なのだ。おかげでローバン公は帝国で最も力のある貴族だよ。なるほど、これ武器屋っぽくね。鍛冶屋だった。よくわかんないけど、ちょっとまだ早いな。これ何屋さん？いらっしゃい。術か。金さえ支払えば誰でも術を覚えられます。サンライトアローって多分光の普通のアローだから攻撃か。ムーンライトヒール800円もすんだ。
スターライトビット、これ何、最大5つまで盾とする。アースライトバインド、あ、これ攻撃魔法か。あ、アルビルトどうしよう。でもアルビルト最終的にやっぱレフトハンドソードとか使いたいよね。ちょっとレフトハンドソード取れるか分かんねえけど、ちょ、まあ、鬱陶しいんだけど俺。あれ、これがアイテムショップ。世界には大きな3つの流通ルート、全てのアイテムショップはそれぞれの割合でこの3つの流通勢力の影響を受けている。売買を繰り返すことで各勢力のレベルが上がっていきます。ショップレベルも上昇します。売り切れることが少なくなっていきます。買いに来た。フルーレ、カットラス、これ長剣か多分。帝王の戦王の、ああ、売り切れてる。スピア3700円もするの、たっけ。攻撃性能6、どっちがいいんだろう。だから普通に小型剣になってる。どうしよう、なんかちょっと嫌、まだ貯めとこう。でもさ、魔法を買っとくべき なんか回復魔法はあっても良さそうな気がするんだよな。悩みますね。ちょっと買おう、一応。多分もうここじゃないと買えないかな。でも薬箱とかで最初の方はやっていけるかな。ブルーエで行こう。おお、こうやって動いてるんだ。もうさすがに初期のスーファミとは売ってるものが違うはずだから。てか光の魔法とかだってあそこで売ってないし。なんかアイスソード編でやったけど、最初ねガーラルフレイルを買いましょうみたいなことやってたけど、もうこれは分からん、さすがに。でここで何をすべきなのかも分かんない。もういきなり船乗っちゃっていいのかな。で武器屋とかさ、あれが分かんない。いらっしゃいませ。武器屋見たい。あ、これ盾とかじゃん。大盾、スマートヘル、たっけ。こんなたっけえの4スマートなヘルンで4000円だよ。ぼったくりじゃねえか。これ何屋さん。いらっしゃいませ。休憩屋さんか。お泊まり。デラックス。ここ船乗れる。じゃあとっとと船乗ろう。なんか乗れなそう。あ、いた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 。なんか これ一般、一般の人。ローザリア王国へはヨービル行きの船に乗るといい。偉そうだな。船に乗るかい。安い、ヨービル行き。まあ、どこに乗っても一緒のはずだし。これ天気とかは読めないのかな。天気予報士とか。その荷物は大事なものなのですか。うるさい、あっちへ行け。そりゃさ、見知らぬ人にそんなこと言われてさ、大事なものなんですかって言ってさ、怪しすぎだろ。でもめちゃくちゃ立派だよね。酔ってる、船酔いしてる。おい、大丈夫か。しかも偉そうだし。しっかりしろ、大丈夫か。慌てすぎだろ、船員たち。おお、めっちゃ津波が来た。飲まれた。こいついつも放り出されてんな。
ここはどこだ。天下寒そう。半袖だし。あれ倒れた。姉さん。いつも姉さんって言ってた。そしてよかった、気がついたな。ダメだ、まだ寝ておる。同じこと言われてんじゃねえか、モニカと。私はガト、バルハル族だ。この村の長をしておる。バルハル族、ここはバルハラントなのか。嘘だ。嘘など言っておらん、ここはバルハラントだ。失礼しました、疑ったわけではありません。ただ自分の運命が信じられなかったのです。ヨビル、ローザリアへ向かっていたのに。ローザリア、北にはそういう国があるらしいな。かつてバルハル族の中には北へ北へと移住していったグループがあった。その子孫が北の国々で暮らしているらしい。お前の神はわしらによく似ておるな。私がバルハル族の子孫だと。そうかもしれんというだけだ。お前一人だけが生き延びたのも何かそういうものに守られておったからかもしれん。ところで、めっちゃ設定作られてんじゃん。はありませんか。名前もよく知らぬ国だ、わしにはわからんな。シフ、少しは元気になったみたいだね、坊や。坊や、助けていただいてありがとうございました。また洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してくればいいんだろ。分かってるよ。私も行きます。私も連れて行ってください。皆さんに受けた恩を返さなければなりません。坊やかと思ったら言うことは一人前の男だね。気に入ったよ、一緒に来な。よし、シフが仲間になった。強そうだ。というところで、じゃあ今回からですね、ミンサガの方アルベルトでやっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。